岩礁海岸の小さなタイドプール。海藻や日皿街類が見えるタイドプールとは、岩礁海岸や日潟の長官帯において、干潮時に岩や砂泥底などの低質のくぼみに海水が取り残されてたまったもの。潮だまりとも呼ばれる。タイドプールは、海岸において満潮時に海水に浸かる部分が干潮によって陸に出た時に、 その地形によって海水が残る部分を指す言葉である。砂浜海岸にできることは少ないが、それ以外の海岸には普通に生じるものである。潮だまりとも呼ばれる。小さなものは指先ほどのものから、大きいものは競泳プールほどもあるものまで様々な大きさがある。いずれにせよ満潮時には海の一部となり、干潮時から次の満潮までは、 ある程度独立した閉鎖した水域になる部分である。ただし、高潮帯にある水たまりでも波しぶきがかかるなどして海水の影響がある範囲はタイドプールとして扱う。海岸の地形によってその様子は大きく異なる。岩礁海岸においては岩のくぼみに海水が溜まる形で長官帯のあちこちに大小様々なタイドプールを生じる。その大きさや形は 岩の質や地層によっても大きく異なる。歴海岸では、岩礁海岸的な部分がある場合は、石と砂、岩混じりの低質の水たまりとして生じる場合があるが、歴のみからなる海岸では、砂浜と同様に、態度プールは生じにくい。日潟では、低潮線付近の平面において、ややくぼんだ部分に水たまりが残るように生じる場合がある。ただし、日形に生じる、 タイドプールは低潮線より下のごく浅い水域との間に環境としてほとんど差がない。生物環境としては岩礁海岸のタイドプールが特に重要である。サンゴ礁の海岸は砂地であることが多いが広いサンゴ礁が岩礁のように露出する場合もあり、ここではタイドプールが生じる。しかし、もともと低潮線付近に平面を作る地形であり、しかもサンゴは 多くの隙間を持っているので、実際には、タイドプールはすべて内部でつながり合っている状態であることも多い。大怒りナマコは、時として、複数のタイドプールにまたがって、体を伸ばしていることがある。日型のタイドプールは、主として、水の流れの具合による差での体積の違いによって、生じる。岩礁海岸の場合、波浪による侵食作用などによって生じたくぼみが、 タイドプールとなるが、生物が原因となる部分もある。先行性の動物は、地層の柔らかい部分に穴を開けるので、そのような部分が特に侵食されたり、ウニが岩の表面に巣穴を掘ったものが、小さなタイドプールとなる例などがある。大型のものは地震などの地殻変動などに起因するものも多い。終局や断層に起因するものもある。また、石がくぼみに残り歯の作用で岩を、 すり鉢状に削る場合もあり、時には深さ1メートルを超えるタイドプールを形成する場合がある。形状により、ポットホールとも呼ばれるタイドプールの環境は、その大きさや位置によって大きく変化する。低潮線付近の大きなタイドプールは、いわば仕切られた海に過ぎず、おおよそ低潮線以下の海の一部とみなすことができる。しかし、小さく仕切られたことで、生物にとっては、 それなりの違いがある。それより、上の位置の態度プールは、日射や降水により、水温や溶存酸素量、塩分濃度、pH が短時間で変化する。一般に気温が高い時ほど、塩分濃度が高くなり、溶存酸素量は低くなる。酸性雨が降れば、pH が低下する。特に規模の小さなものほどそれらの乱高下する、過酷な環境である。 タイドプールの生物にはこれらに対する体制が要求されるため、一般に大きなタイドプールの方が、生物症が大きさの差以上に豊富である。しかし、そのために外洋には生息しない、長官体独自の生物も多い。これらの要素の変化の程度は、その塩だまりの位置する高さによっても大きく変わるので、塩だまりの生物にもある程度の体重分布がある。 高長線より上には、普段は海水に浸らない水たまりがあるが、普段でもしぶきが入り込み、時には海水が流れ込む、極めて特殊な環境となっている。温度変化も激しく、塩分濃度はほぼ淡水から場合によっては、海水以上に濃縮されるという、淡水と海水のどちらの生物にも、過酷な環境であり、ごく少数の生物しか見ることができない。肉眼的なものでは、 統合や部下の幼虫のように、耐塩性の強い特殊なボウフラや、やはり耐塩性の強いケンミジンコ類の塩だまりミジンコなどが見られるくらいである。長官体は、生物多様性の高い場所として知られる。この理由として、陸と海の境界面であること、潮の満ち火による環境の変化が大きいこと、陸と海の大型の捕食者が侵入しにくいことなどが挙げられる。 しかし、同時に、超官隊は、海産動物にとって、一時的に陸での生存を強いられる場でもある。そのために、様々な適用をしたものが見られるが、どうしても、陸上で生存が難しい生物もいる。そのような生物にとっては、潮だまりこそが、その生活の場となる。そのような生物の中には、主たる生息場所として、 これを積極的に利用する生物が多い。魚類はその代表であり、ハゼ類や銀ポ類などはこのような環境によく適応し多くの種類がある。カエルウオなどは狭い塩だまりに取り残された時に塩だまりの間を飛び跳ねて移動する行動を発達させている。これらの他にも入り組んだ岩礁で繁殖や稚魚の時期を過ごす魚には 潮だまりに入り込むものが少なくない。多少は陸の活動に耐えうる動物、例えばカニにおいても干潮時に潮だまりに逃げ込むものは数多い。乾燥などへの対応をさほどせずとも長寒帯で暮らせるわけであるから、この方が簡単なのであろう。低潮線付近のタイドプールでは低潮線以下の岩壁に定着するサンゴ類や ソフトコーラルなどが着生しているのを見ることもできる。また、偶発的に低止溶線以下に生息する魚類や甲殻類などが取り残されることもある。このようなことがさらにこの区域の多様性を高めてもいる。主な生物は以下のようなものが挙げられる。岩礁海岸の態度プール。人で2枚以外などがいる。その他にも目に見えるものだけで観客類。 海藻など数多い。タイドプールは海中と違って潜水などの技術、装備が不要なので海産生物の観察には極めて公的な場所である。干潮時を見計らって海岸へ出向くだけで多様な生物が観察できる。ちょっと見にはほとんど動物が住んでいないように見えるタイドプールであってもしばらくじっと観察すればあちこちの穴や隙間から エビや魚が顔を出すのを見ることができるはずである。積極的におびき出すべく、ちょっと餌を仕掛ければ、様々な動物がそれをつつきにやってくるのを観察することもできる。待つのが面倒であれば、あるいは待っても出てこない動物を探すためには、推定の天石をひっくり返すのが良い方法である。里面には、光を嫌う小型動物がくっついているし、石の下にはカニやエビが潜り込んでいる。 さらに積極的に生物を探すために、タイドプールの水をすべてかき出す、という方法もある。放っておいても、満潮になれば元通りになる。小型の巻貝などが多く生息し、漁業資源ともなっている。小型のシッタカなどは、タイドプールで採取されたものが多い。伝統的な漁法に、石垣などで人工的な塩だまりを作り、取り残された魚を採取する意思関係がある。 水深が浅いため、沿岸部の集落では、泳ぎの未熟な子供の海水浴場となっている。ありがとうございます。